やっぱ最近はママが嫌いかも。どうしてかというと、ほら怒った顔が鬼だから。何やってんの、戻してきなさい。お前のせいだろ、お前のせいだろ、真似すんな。ゆう、お兄ちゃんでしょ。よしよし、じゃあママからお願い、カート取ってきてくれる？うん、俺取ってくる。僕が行く。すみません、これ子供がいじっちゃって。はい、すみません。大丈夫ですか、お怪我は？バーカ、こら言うな。あんたは本当にいい加減にしろ。言って当たり前でしょ。あなただっていつか同じ状況になればわかるはず。と今日スーパーで私を睨んでいた若い女性に言いたい。子供の世話に明け暮れる日々がどんなものか若い頃は誰も知らない。私だってそうだった。何も知らなかった自分をそれこそ叱りつけてやりたい今。これはあなたにも起こりうる物語。同じ石橋優という名前の息子を持つ3人の母親たち。優、たくみ、起きてるの？意地悪しないで一緒に行ってあげて。うちな、優がやりたい思ったことは全部やらしたりたいね。優さん、ずっと優秀なんですね。うちでもいい子です。仕事頑張るよな。ありがとう。それぞれが幸せだったある日、一人の優くんが母親に殺された。協力し合おうって思えないの？無理よ。あんたんとこの息子が力也の金取ったんやろ？そんなことないです。気に食わんねん、その善人面が。あんたんとこの子供は悪魔。僕はいい子じゃない。お母さんもいいよ。お母さんじゃない。魂がぶつかり合う衝撃作。僕の子供もう嫌いないや。息子を殺したのは私ですか？明日の食卓。